皆さんこんにちは、チームエキットのキングです。コウジです。僕たちは今御坊市にある、エネルギーパーク、まあ、略して E パークっていうんですけども、こちらに来ています。で今回は、御坊周辺のね、おすすめスポットを紹介していきたいと思います。まあ、前回あったと思うんですけど、そのまあ残りじゃないけど、そんな感じで補充というか、負けみたいな感じになっちゃうんですけど、そうそう、行けれんかったところがあったんで行きたいと思います。はい。で、まあ、ここね、Eパークっていうのは、まあ、言ったらエネルギーパークのことなんですよね。関電が関連のやつやね、関西電力の。関西電力が関連してて、まあ言ったら今流行りのソーラーパネルとかね、ソーラーカーみたいな、うん、結構地球に優しいやつかな、うん、まあ、こっちでもないですけど、うん、太陽光発電があって、ちょっと逆光で見にくいかもしれないけど、見にくいですけど、何とか、まあ確かに今はコロナの関係でこのね、ソーラーカー今ダメやったんかな。ああ、これもね、結構子供にね、めっちゃ人気で。そうやな、確かに。僕もね、小学校の頃ここで遊んだ覚えがあります。というわけで、まあね、早速中に入りたいと思います。はい、はい、というわけで、ね、中に入ってきたわけなんですけど、まあここはね、その発電の仕組みとかね、展示しています。地熱発電か。あ、そうなんや。違うやつだと工事とは思う。ここはあるわ、あったな。あー、うん、ちょっとやめようか。で、これを押すと、あ、これが動くってことだね。結構説明が分かりやすい。あれ、風力が動いて、この、で、持ち上げられて、ここが太陽光か。また同じように動いて上に玉乗る。容量が一緒ですね。確かこれ場所だったら違う。っていう感じですかね。こんな感じです。これが太陽光パネルの太陽光発電かになるかな。で、最後はバイオマス。結局バイオマスってあれは発酵とかの分類になるのかな、分からんけど。
き開けて、続いてやってきたのは五郷市のお隣稲美町にある、カエル橋っていうところを紹介したいと思います。で、僕たちは今稲美駅に来てるんですけども、ここからねもうすでに見えてるんですよね。ほら、ちょうどあれが邪魔やけど。天中邪魔やからまあ向こうで一回後で撮ろうか。うん。で、まあなんでねこの橋がカエルになったかっていう理由なんですけど、なんか僕もねうろ覚えてみたいな感じでしか聞いてないけど、うん、なんかまあふるさとに帰るとか、だからその5つのなんか帰るっていうなんかこうちょっとしたこう前たら出先から帰ってくるみたいな、その意味でまあ帰る橋、ふるさとに帰る橋で帰る橋になったっていう説があります。うん、まあちょっとしたネタじゃねみたいな逆的な感じの意味で作ったんですけど、ただ言いたいこととしてはそろそろ塗り替えようだいぶ焦ってきたな、泣いてるしな、うん、ちょっと、ね、夜とかだったら怖いかな確かに、うん、で、まあこのね実は駅もそのカエル橋にちなんで、ほうほう、まあ、部分があって、それがね、この駅の中にあるんですよ。で、ちなみにカエルバスに、あれだな、避難所になってね。あ、そうなんや。うん、書いてる。あ、ほんまや。わかるかな？ほら。すげえな。避難所が走って。ちなみにね、これ稲美駅もね、実はこれ昔は迂回してたよね。あ、らしいね。なんかもうちょっと別の、うん、別のこっち側だったらしいね。急線やったっていう。うん、それが今こう。こっちにぐるって回って。うん。で、まあ海道橋にちなんで、まあこんな感じで。いろんなところに。カエル関係があって、この本棚もそうなんやな。本棚もカエルになってるし、でこれもね、来たら電気のピアノ。駅の中にピアノ。まあ残念ながらね、我々はピアノは弾けないので、弾けないんですけど、音楽関係皆無ですから。皆無です。で、ここにもね、うん、あるし、で、あ、ここに。説明が。あ、こうなってるのか。なあ。写真も。これもね、どういう説なんか僕もいまいち分かってないよね。なあ。まあ一説では帰ってくるやから。帰ってくるで。で、まあ正式にはこうらしい。平成37年3月に完成した全国でも珍しいカエルの。なあ。立ち寄りした橋です。でね、こういうのがやっぱりこうやって虹色寺院っていうテレビ番組ですね。それだけじゃなくて、うん、いろんな実は何これ珍百景に。そうそうそう。されてる。近くに人の顔した家も何これ珍百景で確かに何でだな。うん、紹介されてましたね。で、あとまあローカル番組の、うん、でも取り上げられてたのは、ちゃぶ台で。ああ、ちゃぶ台で。うん。いいね。誰か入れた。そうなんや。うん。ま、稲美駅はこんな感じです。まあ、こんな感じで、まあ、多分ね、駅舎の外の方がね、多分見やすいかなと思います。うん。結構、梅の花が咲き始めたら結構観光客とかが桜の花と一緒に撮りに来たりはしてますね。で、まあ、実はね、稲美駅はもともとね電車しか来なかった駅なんですけど、はいはい、実はね数年前にバス停もここに行ったんじゃない。割と最近なんや。最近、もともとは、うん、これ稲美に役場がもともと近くに、うん、それが山の方に移転したということで、
バス停もね、稲見の役場からこの稲見の駅に変わったんですよね。へえ。なるほど。で、まあここにバス来てる理由としては、単純な話で言うと、この先の海岸線が実は鉄道通ってないんで、それの、まあ言ったら代わり？ああ、海岸線を通るように。海岸線を通るのがバスって。うん。だから本数もね、めちゃくちゃ多いんですよ。結構多いよな。多い。地方のバスとしては結構本数が多めです。なあ。で、まあ電車は、山側。山側。を走るため。こっちは、ね、1時間に1本あります。うん、まあ、こんな感じで、稲美町の、カエル橋の紹介でした。以上です。というわけで、最後にね、紹介するのは、川辺天文公園になります。で、ここもね、結構広いんだ。結構広い。広いって言ってもね、もう建物は見えてるけど。なあ。うん、まあ、せっかくやし、ぐるっと回りますか。回れた、うん。ちなみにね、ここは中にね、プラネタリウムの、見れる場所とか、今はないんかな。なあ。リスのね、とこもあるんですけど、うん。今、おるかおらんかわからないな。ちょっともう時間がね。時間が。夕方やし、ちょっとさっとね見ていきたいと思います。はい、頂上付近やけどしんどい。しんどい。でまあここはまたちっちゃいね、子供たちが遊べるとこになってるんですけど、滑り台なくなってるなあ。長い滑り台、ほんまやな。ここにあったやん。うん、頂上からの景色です。結構この芝生のところで滑ったりはできるな、うん、なあ。ただただしんどい、うん、なあ。コスモポート、ポート、なるほど。宿泊できない。なあ、上に登ってみよう。どうする、行ってみよう。なんか行ってみようか。ああ、なるほど。宿泊者用フロント泊まってみたい。あれ宿泊用じゃんかな、うん、もしかしたら、あれ、あっちがそうかな。行ってみよう。展望台。展望台。それは知らん。星舞台か。あれがあれかな。展望塔ですね。ね、展望塔っていうことやね。な、うん。じゃあそこどっちだったかな。な。でまあここのね、川辺展望公園にはこんな感じでリス園があります。おるんかな、そもそも。おるんか。そもそも。なんでおりそうだけど。ああ、僕がちっちゃい頃ここで、うん、結
流行りだと思うよ。雑草だらけ。この時期の時間はね。というわけで、最後にね、この和佐駅を紹介したいと思います。まあね、ちょっと見たら分かると思うんですけど、和佐駅の駅舎ね、こんな感じで。結構おしゃれやでな。おしゃれ。で、まあ、書店に見るから、ただまあ、土管。土管、まあ確かに。土管、てか、トンネル。うん。トンネルの駅舎。なかなか珍しいよ。珍しい駅舎。確かね、これトレーナードの一環でね、変わったやつだと思うよ。ああね。もともとは普通のね、駅舎だったんですけど。ボロい駅舎だったけど。それがね、あの、何思ったのか、まあ、こういうね、トンネル。まあ、多分、川辺天文公園が関わってんのかな。なあ。それのね、まあ、PR じゃないけど、な感じで、駅舎がね、トンネル風の、駅になってます。というわけで、まあ、今回はどっちかといえば御坊の周辺って言ったらいいかな。そうやね。の、まあ、町の紹介という形になりましたけど、まあ、多分尺がめっちゃ長くなってるかな。うん、多分分割すると思う。分割してると思いますけど、まあ、御坊市周辺の動画は以上となります。次、もしかしたら有田方面とか和歌山市方面もね、あの、紹介していきたいと思います。うん。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。